根菜とオイルを活用した重大リスク回避の事例についてご紹介いたします。ある機械よりエンジンオイルの導粘度低下によるアラームが発報、基準を大幅に下回る低品質のエンジンオイルを使用していたことが原因でした。根菜とオイルのレポートをもとにサービス員がリスクをご説明し、純正のオイルに交換、不適切なオイル使用によるエンジンの不具合を未然に防ぐことができました。別の事例では、40トンクラスの油圧ショベルの根菜とオイルセンサーがエンジンオイルの急激な導粘度低下を警告、外部からの衝撃で燃料パイプにクラックが発生し、燃料がエンジンオイルに混入していました。もしもこのまま稼働させ続け、エンジン部品に大きな故障が起きた場合、数百万円もの修理費と2日から3日のマシンダウンが発生するところでしたが、事前に対策を行ったことでリスクを回避できました。日立建機独自のアルゴリズム開発により、最新のオイル監視センサー技術を備えた根菜とオイルで、オイルそのものの状態を常時監視、機械の異常を検知し早期に不具合を予兆、いち早く修理対応を行うことでエンジン破損などの重大リスクやダウンタイムを最小限に抑えることが可能に、お客様の大切な機械をより長くより安心にお使いいただくことでライフサイクルコストの低減に貢献します。